でもこれから荷物積むのめんどくさいからね。そうですね。畳んで、はい、ドラム缶のつもりなんだけど畳んでそれで電車に乗れるようになってます。お釈迦に頑張りましょう。まあ、関西電力さっき、火曜日の、ことを受けて申し入れを私たちもしてきましたけれども、なんとか今まではもう申し入れ分も抗議分も一切受け取らないと、抜け抜けと言ってましたけれども、まあ、今日はさすがに、あちらの富国生命ビルの東京支社、なんとか、受け取りました。原発いらない、原発いらない、最高の反対、最高の反対、仙台原発最高の反対、仙台原発最高の反対、高浜原発最高の反対、高浜原発最高の反対、泊まり原発最高の反対、